まずこのような賞をいただいたことにつきましては、スタッフの皆様に本当に感謝申し上げたいと思っています。毎日一生懸命お客様と向き合い、そこで評価され、買っていただく、こういった商売を続けたこと、加えてこれをリードしてくれた HR 並びに本部の方、会社が一体となって仕事をできたことに対して従業員の皆様に感謝を申し上げたいと思います。今回、こういった賞をいただいたことに対してまず感謝を送りたいと思います。そして、その誇りを持って、未来に向けて私たちは、変化をしていくこと、お客様に向けて変化をしていくこと、成長していくこと、これに対しての次の未来の目標を語りたいと思っています。以上です。